お、金が鳴りましたね。どこで鳴ってるの？どこで金が鳴ってるんでしょうね。皆さん聞こえますか？聞こえますか？どうでしょう？こんにちは。あ、聞こえてますね。ありがとうございます。堀さんもこんにちは。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速始まりましたが、はい、わかんないよね。新型コロナ、だからプロに聞いてみようということで、今週も放送が始まりました。4月13日、月曜日ですけれど、今日も12時から30分間、放送をしていきますので、よろしくお願いいたします。で、本日ですね、ファシリテーターを務めさせていただくのが、日本科学未来館の、科学コミュニケーターの高橋明子と申します。よろしくお願いいたします。はい。で、そしてですね、本日、プロとして出演していただくのが、国立国際医療研究センター、国際感染症センターの、堀成美さんです。よろしくお願よろいいしたくおし願まいす。します。すみません、噛みましたね。噛みました。長いんですよ、名前が。長いですね。よろしくお願いいたします。で、本日ですね、画面に映っているのは今2人だけなんですけど、他にも、何人か、後ろに控えています。今日、運営コメントを、拾うのが、科学コミュニケーターの伊達です。それから、鎌田、それから田中、それから拓磨も、後ろで、控えてますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速、始めていきたいと思いますが、本日ですね、始まる前にちょっと上の方に表示出て、リンクが出てましたけれども、UD トークという、私たちが喋ってる声を、文字に起こしてくれる、仕組みを今回、使っていますので、よろしければ、ご利用いただければと思います。で、こちらですね、耳が聞こえない方向けの情報保障としての、仕組みなんですけれど、私たち、耳が聞こえる人たちとでも、後で追っかけて文字を見たいなという時にもちょっと便利だったりするので、よかったらご活用ください。で、ただ、やっぱりちょっと結構いい精度で変換してくるんですけど、中には誤変換なんかもちょっと入ってしまうんですが、本来これね、修正する人とか置いて、逐次修正しながら使っていくようなものなんですけど、今日ちょっとね、まだ間に合ってないので、まだ変換があるかもしれないですけれど、ご活用いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。というわけで、早速いきたいと思いますが、本日の、あれですね、メニュー、見せていただけますでしょうか。はい。用出し、お願いします。資料ゼロですね。今日のスケジュールですね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。配信スケジュールですね。で、一応、時間の目安としてこんな感じで流していく予定なんですが、12時5分から今日の気になる噂とか、12時10分から、プロに聞いてみようということで、いろいろ、お話を伺っていきたいと思います。皆さんの質問とかも受け付けて、お答えしていきますので、ちょっと時間通りにいかない部分もあるかもしれませんが、ご承知おきください。よろしくお願いします。はい。では早速、今日の気になる噂ということで、お話進めていきたいと思いますが、今日の気になる噂はですね、皆さんも聞いたことある方いるかもしれないんですが、エアロゾル感染があるって本当ですか？ですね。あと似たようなというか、ちょっと近いようなもので、マイクロ飛沫とか、なんかいろんな新しい言葉がどんどん出てきてますけれど、はい。堀さん、このエアロゾル感染とか、はい。マイクロ飛沫。エはい。アロゾルは今までも感染症をやってる人たちの間では使ってました。マイクロ飛沫はですね、なんか今回新しい言葉がいっぱい出てきて私たちも混乱してますけど、飛沫よりちっちゃいってことですね。ちっちゃい、そうですね、ちっちゃい、マイクロな飛沫ということですね。はい。ちなみに、そうですね、今まで、その使われている、その医療現場で使われてきたそのエアロゾル感染というのは、それはどういう文脈で使われてたんでしょうか。すごく大事な視点ですよね。例えば、飛沫感染と空気感染って大きく分けます。で、飛沫感染だったら飛沫対策だけでしょ？で、それいいんです、基本は。だけど、それ日常生活、皆さんの生活はそれでいいんですが、医療の人たちは、救急とかね、急いで患者さんを助けなきゃいけないときに、結構患者さんと顔が近いとか、患者さんがもしかしたら血を吐くかもしれないみたいな、リスクの高い行為をしますので、その時は飛沫よりももっとちっちゃいやつをいっぱい吸うかもしれないという前提で防御するんですよ、ブロックするんですね。
その時にエアロゾルに注意しましょうみたいな言い方をします。でも日常生活でエアロゾルに注意しましょうってことは言ってきたことがないですね。なるほど。じゃあもう普段の生活で、まあ何かこう飛び散るウイルスがこう飛び散るっていうシチュエーションで、基本的にもう咳くしゃみとかで、あの唾液とこう唾液の粒の中にこうウイルスが入っている状態でこう飛んでくる、まあ、いわゆる、まあ、本当に飛沫という感じを、まあ、考えておけばよいという。そうです。でもテレビとか見て今回マイクロ飛沫とか気になってる人いると思うんですよ、うん、気になるのは、まあ、新しい知識がいいと思うんですけど、別にじゃあ何か行動を変えるかというとあんまり変わらなくて、私だったらあの電車の中でくしゃみをする人を見た瞬間ですね、息を止める準備はもうしてますけど、その人がくしゃーんって言ったやつがこうイメージ的にこう空気の中にあるとしたら、でも重みで落ちていくじゃないですか、うんうん、それがポトンって落ちるほど大きいか、ふわふわふわって落ちるかって考えたときに、まあ、息止めながら、早く床に落ちてとか思ってるわけですけど、そのこと自体は一緒ですよね。あと、目もつぶります。目を守るために。そういうことだと思います。あとは、近くの人がしたら、エアロゾルか飛沫かはちょっとさておきですね。まあ、そこをきれいに拭くとかですね。やることはあんま変わらないかな。窓を開けるとか。ああ、そうですね。まあ、できることとしては、まあ、本当にこう飛沫が届かない距離にいるとか、まあ、本当、目とか口を開けっぱなしにしておくと入っちゃうかもしれないねとか。そうですね。まあ、気になるなら、うん、そのやれそうなこと、現実的にやれそうなことをやったらいいと思いますけど、今は、あの、まあ、論文とか研究レベルで言うと、エアロゾルで感染しますよっていうふうには、今のところなってないですね。うんうんうん、ありがとうございます。まあ、なかなかこうどんどん新しい言葉とかこう私たちにとって耳慣れない言葉なんか出てくると、え、何何ってなってしまいますけど、まあ、やることとしては、まあ、変わりませんよというですね。そうですね。うんうん。ありがとうございます。ちなみにあのよくあのエアロゾルって空気感染となんか同じなんですか、違うんですか、どうなんですかっていうのをよく質問で。それは科学コミュニケーターが説明してください。期待してます。そうですね。わかりました。そうですね。まあ、エアロゾルってそもそも、まあ、エアロゾルという言葉自体がそもそも耳慣れないかなと思うんで、まあ、ちょっと簡単に説明してしまうと、小さなこう固体とか、それから液体とかがこう霧みたいな感じでこう舞っていて、まあ、空気中に漂い続けているような状態のことを、まあ、エアロゾルというんですけれど、大きさとかは、まあ、あまり細かい定義はなくて、まあ、こう空気中に本当に漂い続けている状態のものを、まあ、エアロゾルと言いますよと。で、まあ、空気感染の方なんですけれど、まあ、これ空気感染別名飛沫核感染という言い方でも正しいですかね。はい、はい、イメージが湧かないけどね。そうですね。絵かかんないか。あ、そうですね。ちょっと今度絵用意しておきます。まあ、くしゃみとかこうするときに、あ、そうですね、資料の、そしたら14をごめんなさい、出していただけますか。資料出しをお願いします。はい。で、まあ、私たち、こう、感染、まあ、このウイルスの通り道という図を今出してもらってますけど、まあ、通り道1、こう、しぶきを直接吸い込むっていうのが今ちょうど絵で書いてありますけど、こう、咳とかくしゃみをすると、こう、唾液と一緒にこうウイルスがこう飛び出してきたりするんですが、まあ、この、飛沫感染ではもうこの、しぶきが唾液のこの粒の中にウイルスが入った状態で、まあ、これがこう口とか鼻とか目とかにこう飛び込んでくるという経路ですけれど、空気感染の方はこの飛沫ウイルスのがこう飛沫に入った状態のものがこう乾燥して、本当にこうもともとその、まあ、ウイルスとかだけの状態、ほとんどウイルスだけみたいな状態になったときに、それでもこう感染する能力を保ち続けて、で、どんどんこう、口の中に入っていたりして、こう感染が広がっていくというイメージで、これで大丈夫でしょうか、堀さん。で、空気感染の場合だとこう、例えば、はしかなんかがこれ空気感染ですよね。そうですね。で、空気感染なんかだと、例えば、まあ、はしかの場合なんかだと、感染力がやっぱりすごく強くて、もう一人の人が、まあ、何もこう防御してないような状態の人が周りにいたりすると、大体こう12人から18人にこう移しちゃうよっていうぐらいすごい感染力があったりするけど、新型コロナの場合はまあそこまで感染が一気に広がるわけではないので、おそらくまあ空気感染はないのではないか
というふうに考えて大丈夫ですか、ね、そこは今あんま議論になってないですね。分かりやすくさで言うと、その何人に感染させるかっていうよりは、じゃあ例えばはしかの患者さんが待合室にいたとします。お熱とブツブツが出て救急外来の待合室にいたとします。で、分かったらそこのお部屋は2時間使わないでくださいっていうふうになっちゃうんですね。あ、困りますよね。困りますね。そういうレベルだと考えると分かりやすいですかね。すぐ下に全部落ちていかないっていう。それこそこうずっとふわ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 たどり着けているっていう形ですね。ありがとうございます。まあ、ということで、まあ、エアロゾル感染については、まあ、今のところ報告はないですよということで、まあ、やることとして対策としては変わりませんよと。はい。あ、ごめんなさい。堀さんの有利トークがちょっと入ってないみたいなので、堀さん確認お願いします。はい。はい。やっときます。あ、ありがとうございます。喋っててください。はい。はい。でですね。はい。というわけで、まあ、今日の噂はこれでおしまいなんですが、ちょっと関連する質問があったので、もう一つ質問にお答えしていこうと思います。ですね、以前いただいた質問でですね、感染経路不明というニュースをよく見かけるんですけど、これはどういう意味ですかと。ニュースでもよく出てきますよね。毎日こう感染者数の報告がこう出て、経路が不明という方がこうバーの中に出てきますけど、あれは一体どういうことですかと。で、その人がちゃんと感染対策をしていなかったのか、それともこう例えば3密にいなかったとか、そういうことなんでしょうか、どうなんですかという質問が来ているんですけど、これは堀さん、はい、どういう、喋っていいですか。はい、お願いします。まずざっくり言うと、その発表した時点で調査が全部終わってなくて、それ入力とかが終わってないとわからないので、調査中っていうのが多分正確なんですね。で、調査を終えて聞き取り全部終わって入力した時点でさっぱりわかりません、どこだかわからないっていう人もいる。それは感染経路不明だと思います。だけど例えば友達が、実は友達とか友達の友達がコロナらしいよってことが分かってたら、あ、私はその人と1週間前に確かにご飯を食べてましたよとか、そういうことが分かると、あ、クラスターのお仲間なのかなとか分かるし、仲間じゃないんだけど、その人が出たお店に私もその時間いましただと、あ、なんかどっか食べ物屋さんかなとかいう当たりはつきます。ただし、じゃあたった1回のことだけでそうだなって分かるものと、でもご飯食べるだと毎日外食してる人だとどこだか本当は分からないですよね。なので全部正確に分からないこともありますが、一応今後のためにとか他の人を救うために、2週間前ぐらいからどんなことしてたんですかとか聞かれたりするのが調査です。はい。でもだから全部不明なのか分からないし、逆に私はこれだと思うって言っても本当にそうかどうかはちょっと分からない。まあ、こう調べてこう当たりをつけるために、まあ、感染経路を探っているということですね。そうですね。じゃあ、まあ、いわゆる感染経路不明って、まあ、結構な人、感染経路不明ってよくニュースで出てきたりするけれど、まあ、結構調査中、まあ、いわゆる本当に調査中で、ちょっと2週間前のこと覚えてないんだよねっていうのとかも、まあまあ、結構たくさん入ってますよと。そうですね。調査中は多分、直近すぎるんですよ。今日発表された、例えば180例って言ったときに、まあ、たまたま院内感染の人とかをまとまって30人とか調べてるときは、あ、これは病院の検査だねってわかるんですけど、一人一人やってる場合は、まだ追いついてないと思うんですね。結果は出たけど、どんな内容かが、まあ、全部は把握できてない。もちろん、国によっては、韓国とかそうですけど、発表してる時点でいろんなことが分かってる国もありますけど、だから、テレビ見るときの要注意は、こんなに感染経路不明の人がいます。まずいですっていうような煽りに使われているので、今。そこはちょっと注意していただきたいと思います。でもだんだんね、分からない人が増えてきます。なるほど。あ、ちょっとこうニュースでこう見るときには一体何の数字をこう表現しようとしているのかなっていうのをちょっと意識してもらうのがいいかなということですかね。なんかちょっとこう煽られるの疲れたって数字として、疲れますよね。テレビ見てると疲れます。本当ですよね。いや、なかなか、まあ、毎日こうどのテレビつけても同じような話がどこでもやってますしね。はい、ありがとうございます。そういう意味で、まあ、
言いたくない方とかね、まあ、あのもちろん、まあ、本当にこう覚えてないとか、まあ、本当に言いたくないという方とか、まあ、いろんなパターンあるけれども、まあ、そもそもやっぱり正確に2週間のこと全部言えるわけでもないから、まあまあ本当に当たりをつけるためにやっているけど、まあ全部わかることもあればわからないこともあるよぐらいに考えておいた方がいいですね。皆さんどれくらいわかるんですか？私とか3日前に食べたものさえ覚えてないので、1週間以内に誰かと会った気はするんだけど、火曜だか月曜だかとかも覚えてないですよ。ああ、皆さんのコメントを見てたんですけど、あ、ごめんなさい、割り込んだ。あ、お願いします。はい。やっぱり2週間前の記憶はほとんどないとか、あと、うん、毎日メモするようにしているなんていう人もすごい。あ、すごい。うん、偉い。豆ですね。すごい。うん、だから結果的にあの言いたくないっていう人もいるし、言いたいけど忘れちゃったっていう人もいるし、絶対これだって言っても合ってるかわからないっていうレベルでは、あのいろいろ判断は最後は難しいです。だけど何もないとわからないので、一応の協力をお願いするので、もし皆さんが患者さんになったり濃厚接触者になったらご協力よろしくお願いします。そうですね。次の感染をこうもしかしたら防ぐのにつながるかもしれないという意味で、知ってる限りのことは言っていただけると助かりますよ、ね、はい。お願いします。ありがとうございます。あとはもうそもそもこうあのどうしてもこう感染の話ってなんかちゃんと手洗いしなかったんじゃないのとか。どうせ3密のとこ行ったんでしょみたいな話にやっぱりこう攻める方向になりやすいけれども、まあそもそもまあいろんなこう対策ってどれもこう 100% 防げますみたいな対策はないから、何、はい、まあやってもこう感染するときは感染するかもしれないというのもちょっと心に留めておいてもらう必要がある。そうですね、今回の感染症はまさにそういうタイプのものなので、うん、なんか東京みたいに広がってくるとだんだん運みたいになってきます。そうですよね、だから一緒にいても感染する人としない人がいるのも実際だし、そうなると、うんうん、なっちゃった人はもうゆっくり病気を療養できるように応援してください、うん、そうですね、まあ、なる前の人たちは、まあ、あの完璧な対策はないけどリスクをちょっとずつ下げることはできるので、じゃあちょっと資料33出してもらっていいですか、鎌田さん、はい、資料出しお願いします。あのリスクの引き算ですね、放送の中でも何回も出てきてますけど、一個一個の対策は、まあ、完璧じゃないけど、たくさんこう手洗いをちゃんとするとか、あのいろいろな、まあ、人がたくさんいるところに行かないとか、いろいろなものをこう組み合わせていくと、どん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 リスクがこう下げられるので、まあ、いろんなものを組み合わせて、なるべくリスクを下げるという生活を送ってもらうと、感染の広がりを防げるのかなというお話ですね。そうですね、でもちょっと誤解とかもありましたね、この週末見ていたら。あのテレビで渋谷とか新宿駅界隈に人がいないってことがアピールされて、多分みんなすごく満足感が上がったと思うんですよ、見た人も。あ、なんかすごく制限されてるじゃん、自粛が進んでるで満足して、電車にも乗らないし遠出に外出もしないんだけど、すごい近場のところにみんなが集うってことがあったの で、 そうです、ね、自分たち的にはすごくなんか外出は制限して、まあ、8割減と言わないでも6割減ぐらいかなと思ってるけど、実はみんながそれを足してしまうと、うんうん、あのかえって接触しちゃったねみたいなのがちょっと見えた週末でしたね。結局どこかしらでこう人がたくさん出て集まってたりとかという感じですかね。そうですね、うんうん、あれを見てでも次のこともみんな考えたんじゃないですか。やっぱスーパーは家族で行かないで、やっぱ一人で行かなきゃいけないんだってこう気づいた人もいると思いますから、うんうん、今日明日から頑張りましょう。そうですね、あのまあこう一人一人こうできることがこうたくさんあると思うので、各自、うん、あこうしたらいいのかなという工夫を積み重ねてもらうといいかな。気づいたらその日から減らす、ちょっとずつ頑張るっていうのがそうですよね。みんなでやると効果がある。いきなりこうもう全部フル装備で全部やろうっていうのはなかなかこう続けるの大変ですよね。ですね、ありがとうございます。じゃあ、ですね、次のコーナーに行きたいと思うんですけど、今日のテーマなんですけど、どうなったら感染なのか、感染するとかしないとかっていうのはどうして人によって違うのかというお話に入っていきたいと思います。でよくまあ、感染の話これだけまあ世の中を賑わせてるんですけど、そもそも感染って何なのかって意外とこう知られてないことかなと思うので、ちょっとお話をしていきたいんですけど、人によってはもう体内にこうウイルスが入ったらもうそれで感染って思ったりとか、体調が悪くなったら感染なんじゃないのって思ってる方とか、多分一つずつみんな思ってることもしかしたら違うかもしれないんですが、じゃあどうなったら感染なのかというお話をしていきたいと思います。
で、まずはね、感染とは何なのかということで、じゃあ資料の15の図を出していただけますか。資料出しをお願いします。はい。ウイルスが体内に入るとという図ですね。あ、今ね、結構コメントでも、あ、入ったら感染じゃないのっていう声とかも出てますね。ありがとうございます。実はですね、違うんですね、これがまた。はい。ちょっと堀さんともお話をしながらちょっと説明をしていきたいと思いますけど、今図出てますけれど、あの左側にあのちょっとポップな感じの、あの悪い感じのコロナウイルスがいますけど、まあ、あの手この手で入ってやるぜと言って、まあ、体内に侵入してますね。で、これまあ入った後ですけど、まあ、このあの手この手についてはまたちょっと、あのさっき飛沫とか、あの接触感染とかってお話があったので、まあ、そういうあの手この手で入ってくるんですけど、入った後ですね、入った段階、一番左側のこう絵では、まあ、入ってるけど、ここ何も書いてないですよね。で、これ、右上の方にこう、進むと感染って書いてありますよね。で、これ要は体の中に入ったウイルスが、今ちょうどカーソルが出てるところですね。体の中に入ったウイルスが体の中でこう増えてますよね。うん、増えたら感染。増えるのが大事。そうそう。増えたら感染ですね。入っただけだとまだ感染じゃないということでよろしいでしょうか。そう、消えちゃったり、やられちゃうことがありますからね。ちょうどこの、一番下のこの感染していないって書いてあるこの人のですね、はい、あの、入ったけどすぐに追い出される、ね。接触しても出会っても感染しないってことがまずありますよっていうのが大事で、うんうん、でも今日はちょっと話としては感染の話なので上に行っていただくといいかなと思います。うんうんうん。そうですね。まあ、結構ね、あの、よくクラスター感染でとかいう話をするときにも、同じ場所で同じ環境にいたのに人によってはこう感染したりしなかったりっていうのはあったりしますけど、うん、まあ、例えばこういう、ことが人によってこう右上に行く人もいれば下の感染していないに行く人もいるよということですね。で、まあ、感染した後ですね、これ感染の絵見てもらうとはてなって、なんかこの人何ともなさそうな顔してますよね。これ本人気づいていないと書いてますけど、特にまだこの段階では症状とか全然ないということでよろしいんでしょうか。ないと自覚しないって微妙なんですよ。ものすごく常に自分のことに意識を向けてたら今微熱が出てる気がするとか分かる人もいるのかもしれないですけど、私のよりズボラだと多分8度ぐらいにならないと分からない、って7度ぐらいだとあったかいなくらいだと思うんですよね。そうすると、あの軽い人はこれで治ってしまったりするので、調査とかこう質問した時に、でも私症状ないですよっていう人が本当に悪気りないのか、本当は喉がイガイガしたり咳したり、測ればお熱が出てたんだけど、測ってないから、え、熱なんかないですって言ってるのか、そこはね、微妙にわからないんです。うん、ああ、なるほど。要はこれ、ウイルスがこう、ちょっと増えた段階だと、まだ本当に何も、体で何が起きてるのかっていうのはもう、認識できないけど、もっともっとこう増えてくると、例えばまあ、熱が出たりとか、頭痛いとか、お腹壊すとか、いろんな症状が、まあ、出てくるけど、その、発症っていうこの一番上のところですね。この上がったところで、この発症したかどうかっていうのは結構線引きが難しいという。多分そう、多分多くの人でも関節が痛いとか寒気がするとか8度だったら私病気だと思うと思うんです。でももともと咳をしてる人だったらちょっと咳が増えてもそこまで気をつけないかもしれないし、もう一個問題があって、発症日知りたい、私たちね。いつ発症したと思いますかって言った時に、そもそも発熱で見ていくと、今回発熱ない人結構いるんですけど、熱ないからわからないとかね、咳はいつから出てましたかって言ったら、毎日ちょっとぐらいは咳してるんですけど、どんな咳からですかとか言われると、わかりづらいんですよ。難しいですよ。だから軽症者が多い、あの、症状が軽い人が多いとか、自覚症状のないって本人がおっしゃる人が多い感染症だと、この下に行ってしまう人が多くて、だから例えば今、あの、ドイツとかオーストリアとか外国が、その、症状がない人たちの中にどれくらいね、感染してた人がいるかっていうのを、例えば、献血の血液とか、その調査に協力していただいた人から検査してですね、あの、本当は感染者としてはカウントされてないんだけど、実は感染している人はいますねっていう調査を今、海外がやってますので、まあ、そのうちそういうことの全体が分かるようになると思います。なんかそうですよね。あの、まあ、感染で、まあ、発症まで、まあ、行く人もいれば、中にはこの感染から、まあ、本当にこういわゆる不健性感染というものだと思うんですけど、まあ、ウイルスがほんのちょっと増えたけど、すぐに体内の免疫によって排除されて治っちゃった、治っちゃったとか、
っていう、あ、これですね。はい、今、感想が出てるところですね。感染したけど、発症せずに治癒と書いてありますけど。発症したけど気づかずかわからないですけど。うん、そうですね。結構微妙ですよね、そういう意味では。そうですね。うん。なので、まあ、この、まあ、感染から発症、まあ、感染とそういう意味では発症っていうのは違いますよということで、まあ、感染だけだと気づけないけれども、発症して初めて、やっと、あ、私、かかってたんだって、こう、認識できるけど、まあ、それも結構曖昧なんだな、というお話ですね。そうですね。うん。なるほど。なかなか、人によっても結構その、発熱にすごくこう、敏感な方もいれば、なんかいつも微熱気味でとか、まあ、それこそ花粉症のシーズンなんかだと、花粉症持ちだと結構、普段からちょっと熱っぽかったりとか、そういうことです。区別がつかないっていうのがあったりしますよね。はい。そういう意味では、結構その、まあ、感染からこう発症までの間っていうのが、まあ、いわゆるこう潜伏期間に相当するのかなと思うんですけど、まあ、本当に気づけるかどうかというより、自分がもしその、感染して発症したっていう場合に本当に気づけるかどうかっていうのはなかなか難しい。そうです。だからやっぱりお熱があるとか体調悪いなとか咳があるっていう時は別にコロナじゃなくても休んだ方がいいし学校とか会社行かない方がいいんだねってことを今回私たちすごい学習してるので、あと治ったのにまたなんか感染リスクのあるところに陰性証明もらいに行っちゃうとかそういうことしない方がいいんだねってことを学習してるんだと思います。なるほど。はい、なかなかちょっと今の組的にちょっと悩ましいですね、うん。まあ、でも他の人に移さない努力をしていることがすごく大事だと思います。そうですね。まあ、本当にこう、はい、まあ本当に感染発症まで至るかどうかさておき本当にいつ感染しててもおかしくないかもという心づもりで過ごすというのも結構大事ということですね。そうですね。そうすると他の感染症の対策にもなります。はい。ありがとうございます。で、ですね。はい、でいろいろな病気、まあ、この感染から発症までの間って、今さっきの図でありましたけど、まあ、あれがいわゆる潜伏期間というものになるんですけど、まあ、病気の種類によってこの潜伏期間って結構変わったりするんですね。で、今回の新型コロナウイルスは大体、まあ、1から14日。結構長いね。幅がありますよね。そうですね。なので、なかなかこう、いつ感染したかっていうのをこう知るのも難しいような感じですよね。そうです。だからやっぱり念のため策っていうのはすごく意味がありますね。分からないときにはまあなるべく安全寄りに考えるということですね。安全に寄せてください。ちなみに他の病気でいくと、例えばこう風邪だと2日から4日だったり、はしかだと12日だったり、風疹だと14日から21日だったりと、結構ばらつきがそうですね。もしこの感染の潜伏期間とか発症に興味があったら、また今後そういうのを見てください。はい、ありがとうございます。なので、まあ、なんか感染症がこう流行り始めるときとかっていうのは、まあ、結構この日数だったりとか、症状だったりとか、まあ、感染経路をたどったりっていうのを、普段感染症の専門家なんかはする。いや、それは私は感染症オタクなんです、すごくするんですけど、多くの人はしないと思うんですよね。だから大事なのは、例えばじゃあワクチンがあるものはワクチンで予防しとけばそういう心配がすごく減るじゃないですか。そうそう、可能性が一つ潰せる。そう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 。ありがとうございます。はい、で、関連する質問ちょっと答えていきますが、潜伏期間と軽症者ってややこしいねっていう話があったんですけど、潜伏期間っていうのはさっきの図でいくと、あ、もう一回ちょっと資料の15を出していただいていいですか。はい、ありがとうございます。はい、潜伏期間というのは、まあ、さっきもちょっとお話しましたけど、感染と発症の間ということでよろしいですかね。そうです。でもさっき言ったように発症がはっきりわからないとか、すごく期間が長いものはあんまり厳密にどうなんだとか問うのはあんまり、うん、そんなに生産的ではないので、そうですね、次の話題に行った方がいいと思います。はい、ありがとうございます。ですね。はい。で、まあ、普段はどの、まあ、うつ、まあ、感染症にこうかかったりするときっていうのは、まあ、どの段階でうつすんでしょうかという質問もいただいてるんですが、今回は発症する、例えば1日前、2日前みたいな報告とかもあるんですけど、さっき言ったように、その発症をいつと取るかっていうのはすごく難しい話かなと思いますね。なるほど。確かとかだとね、お熱が出る2日前とか、こう、わかりやすいのがあるんですけど。そうですね。結構その発症というものが、まあ、とてもこうふわっとしているので、まあ、ふわっとしているけれども、まあ、ふわっとしたものとしても、
私たちも対応していかなきゃいけないという。考えてもそこ全然しょうがないから、うん、流行してる地域だったら、ね、例えば東京の人だったら、やっぱり今お話しするとき、人とお話しするなら、布マスクかけとこうかなとか、真正面向かないで、ちょっと斜め向くとか、うん、ご飯食べるときはこう互い違いになるとか、まあ、そういうことをすればいいんだと思います。うん、リスクの引き算ですね。はい、あんま分かんないことをね、議論してもしょうがない。うん、そうですね。ありがとうございます。でですね、はい。もう一つですね、感染する、しないっていうのが人によって違いますよというお話なんですけれど、まあ私たち、さっきもちょっと言いましたけど、同じ場所にいて、人によってはこう感染するけど、人によっては感染しないなんていうことがこう起きたりするのはなんででしょうというお話をちょっとしていきたいと思うんですが、資料の17を出していただけますか。お願いします。はい、ありがとうございます。で、今、ウイルス VS 体防衛隊という映画今出てきてますけれど、これ、堀さんにもちょっとお伺いしたいんですけど、この体に入ってきたウイルスに感染するかしないかっていうのは、これは、例えば、たくさんウイルスがこう押し寄せてきたりするような場合、この、まあ、例えば舌ですね、ガンガン続けと書いてありますけど、この舌の絵で。いくつかあるんですけど、例えば、その、もともとの個体差っていうんですけど、人によって違うので、免疫のシステムとか、そこはちょっと、博物館的な知識になっちゃうので置いときますけど、ウイルスがたくさんいるのといないのではだいぶ違うと思います。それは量ですよね。あと機械としては、その今だったら岩手県と東京で比べたらそれは違うでしょうみたいなところからリスクを考えますけど、抵抗力とか免疫って考えたら自分の体の方じゃないですか。やっぱりご飯食べて寝てストレスない方がいいなっていう一般論と、あともう一個でも考えてほしいのは、もともと持病があるっていう、ね、病気があるとか、がんのサバイバーの人もいっぱいいますし、あともともと生まれつきの病気とか障害で守ってあげなきゃいけない人とか、妊婦さんとかね、そういう人たちのことは考えると、まるまる健康の人より不利だから守ってあげなきゃいけないよねっていう、そういう時に使う考え方だと思ってください。体の防御レベルってまあ人それぞれ違いますよと。なるほど。なので、まあ、入ってくる数とか、まあ、あとこう、まあ、この防御の仕組みをこう回避して、まあ、侵入してきたりとか増殖してきたり、細胞を壊したりするような力がこう強かったりすると、まあ、その防御レベルとのこうバランスで感染してしまったりということもあったり。ということですね。そうですね。例えば同じ会社の人がいたときに、で風疹が流行ったりしたら、妊婦さん風疹になったらまずいので、妊婦さんも守らなきゃいけないし、今妊活中でね、いつ妊娠するかわからない人は、それはもう在宅勤務にするか別室に行ってくださいとか、そういう時にやっぱり防御レベルとかだったら、より健康被害が大きい人を守りましょうみたいな時に考えるといいのかなと。そうですね。まあ、入ってくるウイルスの量を、まあ、減らす工夫ということですね。ありがとうございます。はい。まあ、そもそも、こう、私たちの体がちゃんと防御する仕組みが働くように、まあ、よく食べて、よく寝て、よく運動してストレス溜めないようにっていうのが、まあ、前提としてあるけど、まあ、入ってくる量もちゃんと減らすっていうのは大事ですよということですね。はい。ありがとうございます。あ、で、すいません。しれっと、延長してますけど、すいません。30分過ぎてますが、ちょっともうちょっとお話を続けさせていただこうと思います。で、まあ、今ちょうどその、私たちがその感染しないようにできることっていうので、まあ、防御のレベルをちゃんとこう維持しておくっていうのは大事ですよという話と、それ以外だとも入ってくるウイルスの量を減らすっていうのが大事ですよというお話になったので、次ちょっとですね、先日も一回出した動画なんですけど、感染拡大の動画をちょっと皆さんにご覧いただこうかなと思います。資料の感染拡大の動画の再生をお願いします。はい。はい、出るかな？あ、ありがとうございます。これ先週の木曜日にも出てきた動画ですね。で、こちらですね。まあ、3分ぐらいの動画なんですけれど、まあ、病原体ってどうしてもこう目に見えないので、まあ、ちょっと目に見える形でこんな風にこう広がっていくんじゃないのかっていうのを、接触感染を想定して、この光るローションをこう手に塗って、どんな風に広がっていくのかなっていうのを実験したものですね。で、これ、まあ、先日、
まあ、司会をやってた山本も参加してますけれど、まあ、この山本をこう感染源として15分に1回この光るローションを手に塗ったくってというのをやって、でこの同じ部屋の中で、まあ、普通にお仕事をしてもらうというのをしています。で3時間の間にどれぐらい広がっていったかなというのを見てるものなんですけれど、まあ、こんな風に電話してみたり、まあ、パソコンしてみたりとかいろいろなことをしてます。で同じペンを使ってなんかこう書き込んでもらったら、この時キノコの山とタケノコの里どっち派ですかとか、まあ、どうでもいい質問をこう回覧で書き込んでもらってるんですけど、まあ、そんなことをしているうちに1時間で、まあ、結構広がって、このみんなで使ったペンとかもピカピカに光っています。で感染源の山本の隣に座っていた雨宮ですね、手は光るわ、マスクも光るわ、マスクのまあこの鼻のとこですね、マスクずれた時にこう触ったりする鼻の頭とかね、光ったりとかしています。で途中で、まあ、あえてのおやつタイムですね、まあ、今回こういう実験をしているので、あえて手洗いをせずにおやつタイムに入ってもらって、でおやつを食べるということは、まあ、どうしてもマスクを外さなければいけなかったりするということで、さあこれでどんな風に広がっていくのかということなんですが、まあ、ちょっとこうわさびせんべいで眉間を抑えちゃう人とか、まあ、こうやってどんどん感染が拡大していってるわけですね。で、まあ、そうこうしているうちに開始から3時間が経過して、まあ、どれぐらい広がったかというのをこれ見ているんですが、はい、感染者の隣の雨宮ですね、はい、わさびせんべいの効果もあってどんどん鼻の周りに広がってますね。鼻の頭から鼻の全体に広がってます。で毛利も顔はセーフなんですけど、ペンを回したので手についたり、あとはこの部屋の出入り口が1箇所だけなので共通のこうドアノブで感染が広がった、感染というか、蛍光トレーは広がったりとかですね、汚染が広がったり、はい、感染源役の山本の PCR も完全にピカピカですね。でも、まあ、彼は感染者役なので、まあ、もうあちこちについてますね。で、結構、ドアノブとか、それから、トイレの鍵とか、個室の鍵とか、どうしてもこう、同じ共有品とかこう、触ったりするところで結構、広がってますよ、というのが、これ。で確認できたんですけど、ちなみに皆さんにちょっとお伺いしたんですけど、今4人参加者いましたけども、これ誰が一番これ無意識的にこう顔を触っていたか、感染者役のね山本と、それからまあ、さっき黒い服を着ていた、男性雨宮と、それから毛利西岡と4人いましたけど、皆さんどれぐらいの頻度で誰が触ってたか想像つきますかね。今回、接触感染リスクをまあ考えているんですが、雨宮というコメントが入りましたね。雨宮。なんか、雨宮推しが多いですね。ありがとうございます。また雨宮。女性かな。全然想像つかない。ありがとうございます。ですね、実はですね、これ、皆さんじゃないですけど、雨宮が実は一番多くて、46回。大体これですね、定点カメラで観察していて、まあ、正味2時間程度触ったかどうかっていうのをこう確認して、まあ、計算すると、大体3分に1回顔を触ってました。で、食べるとか、飲み物を飲むとか、こうわざとこう顔を触る。意識的に顔を触ってのを覗いて、それぐらいの頻度。で、他が、まあ、13回ぐらいなので、13回、10回とかなので、まあ、大体9分に1回とか、12分に1回とか。まあ、一番多い人ほどじゃないけど、まあ、結構な頻度で触ってますよ、ということですね。これ、堀さん、もう手に何かついてたら、まあ、目、鼻、口に触れば、うん、ここから入ってきてしまう。そうですね。ということですよね。じゃあ、ほっぺたにこうやったりとかしたら、うん、ここから別に感染はしないんだけど、結論から言うと、よく触らっちゃいけないところを増やしているので、全体で考えるとリスクが高くなりますよね。だから、私もやりますけど、こうやって顔の近くを触るっていうのは結構あるんじゃないかなと思います。うん、こう、メガネを直すとか、マスクいじるとか。
あ、ちなみに、雨宮は結構こう、まあ、顔変わる、触る回数が多かった。やっぱりマスクが多分ちょっとフィットしてなかったのか、うん、直すっていう動作が結構あったので。そうですね。うん、まだそれがすぐ感染じゃないんだけど、うん、考え方としてはいいですよね。あ、うん、こういうふうにいろいろ触っちゃうんだなみたいな。意外と思ってるよりは触ってるんだよ、はい、皆さんも家族とかちょっと観察してもらうと結構わかるかもしれないですね。ありがとうございます。で、電車の中で鼻ほじったおじさんがこう手すりとかす捕まるの見ても絶対手すり触らないって以後手すり捕まってないんですけど。それはちょっと衝撃の現場を目撃してしまう。電車を、そう、電車揺れないように足腰を鍛えてこう踏ん張ってます。ああ、体幹を鍛えないとですね。そう、手すり触らない。あ、皆さんは危ないから捕まってください。転倒のリスクもありますからね。はい、ありがとうございます。まあ、そういう意味では、まあ手を洗ったりとか、まあ、汚染の可能性があるっていうところを、まあ、なんか触るっていうこともあるとは思うんですけど、そういう時にはなるべくこう顔の周り、まあ、触らないように意識してもらったりとか、まあ、マスクすると直接触らないで済むとか、まあ、こういろんな対策をちょっとこう組み合わせてリスクの引き算をしてもらえればということですかね。うん、はい、ありがとうございます。で、ちょっと関連する質問最後に一つお答えしたいと思うんですけど、以前堀さんにからの、コメント、タオルは一人一枚にするといいというコメントがあったと思うんですけれど、うん、まあ、それでちょっと混乱されているというコメントがありまして、洗った後の手もこの新型コロナウイルスがついている可能性があるから家族でもタオルは分けた方がいいということでしょうか、石鹸で手洗いしてもダメなんでしょうかというコメントが来てるんですけど、これはちょっとでしょうか。結論から言うとざっくり言うとどっちでもいいと思うんですけど、少なくともですね、誰か体調が悪いときは体調が悪い人とそうじゃない人は絶対分けた方がいいと思います。うん、例えば下痢してる人とか吐いてる人とかお熱の人がいたら、じゃあ家族全員分けた方がいいかっていうと、もしも全員が理想的に手洗いできていたら、まあ、そこまでリスク高くないかもしれない。だからランチは、うん、みんな健康だし手洗いしてるから1枚でいいわっていう場合はそれはいいかもしれませんね。うん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 、はい、ただ私の場合はこう一人一人をそこまで信用しないっていうことがあるのと、これが逆にお友達の家に行った時すごく微妙で、トイレにはだいたい1枚しかタオルがなくて、自分のハンカチ持ってるようにしてるから問題はないんだけど、皆さんもこう微妙に握ったら濡れてるタオルとかだとちょっと一瞬考えません。私はその場合はこう裏側の誰も触らなさそうなところでこう拭いたりはしますけど、ハンカチを持って歩けばいいんです、自分の分のね、マイハンカチがあればハンカチですね。なのでお家は別に何ともないしっていうことなら1枚でもいいのかもしれません。あるいはバスタオルをぶら下げて、お父さんは左上、お母さんは右上、私は真ん中とかね、場所で分けるっていう方もあります。これをゾーニングって言いますけ ど、 タオルでゾーニングしたことないけど、同じタオルで1枚でいいかなって言われたら、じゃあお父さんは裏側、私前側とかね、やり方もあるかなと思います。なるほど。でも気にしないで拭くっていうのもありです。はい。そうですね。あんま神経質になりすぎるのも良くないけど、まあ、気になるようだったらそういうやり方もある。だから今回どうしてこういう説明してるかっていうと、普通の生活の時はあんま気にならないと思うんですよ。だけど、コロナで不安になっちゃってる人が多いので、不安になってる人の相談に対しては、気にしなくていいよ。という言い方もあるけど、そこまで気にするんだったら分けてもいいんじゃないですかっていうレベルだとご理解いただくとありがたいです。自分が安心できるっていうのもやっぱり大事なことですよね。そうなんですよ。不安もね、大事なんです、感染症って。だから安心できるっていいと思いますよ。だから誰かの不安とか質問はね、皆さんバカにしちゃダメですよ。なるほどって思ってください。あとは、やっぱり症状に合わせてとか、症状があるときには、ちょっとこうレベルを上げてみましょうということですね。そういう意味では、コロナだけではなくて、感染症っていう、感染症全体、何でもですよね。向き合い方として、症状があるときには、ちょっとこうレベルを上げようっていうのは大事ということですね。そうなんです。今はそういう話をね、みんなで、この場で、疑問、不安解決の話なので、そんな感じかな。ありがとうございます。はい。
で、まあ、そうこうしてるうちに結構いいお時間になってきたので、そうですね、そろそろ、はい、クロージングに行きたいと思いますが、ちょっとね、今日拾いきれなかった、皆さんからの質問とか、引き続き、番組とかブログとかいろんな形でお答えしていこうと思っています。で、明日なんですが、明日のファシリテーターは、小林です。で、テーマは感染したらどんな症状が出るの？それからいつ病院に行くの？というお話ですね。軽症ってどれぐらいの症状なのとか、多分皆さん気になる質問なんかもあると思うので、そういったものにもお答えしていく予定です。で、実際に診察をされている臨床医の方にも、皆さんからの質問に答えていただく予定なので、お楽しみにしてください。というわけで、本日の放送以上でおしまいとなりますが、最後に放送、今日の放送についてのアンケートをお答えいただければと思います。それではまた明日も12時にお待ちしておりますので、皆さんまたご参加いただければと思います。本日、堀さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございます。